でもそのいろんな技を持ってなきゃいけないということで、ちょっとペリショクみたいな、ね、そうです、特技でちょっと押し花って書いてあるんですけど、あの吉六のほんまや、いけばな押し花、あ、そうなんですよ、吉六の最初にちょっとこちらの作品を作りまして花なんですよね、花で、まあ、ディズニーランド行った時の思い出をちょっと花にしたんですよ。いや、お前の思い出やろ。僕の思い出です。すごいやん。で、これだけだと、うん、あのこれ全部花なの。あ、そうです、後ろだけは、これは、あの、あれで、あ、厚紙っていうか暖房。あ、違います、これ銀ポプラって言って、ポプラです。え、はい、すごい、全部そうなの。この、これ、これは地球だけが絵で描いて、そうです、そうです。ほんで、バッグだけで、あとは全部これ、植物なの。植物なんです。建物も、はい、へえ、そうなんです。すごいな。こちらなんですけど、うん、でもこれって自分のためにだけしかなんならない。ドラマだって、あれはもう。で、僕はあのお花で人を喜ばしたいということで、うん、ちょっと僭越ながら、うん、こちらを作ってまいりました。うわあ、すごいな。すごい。俺な、さんを、はい、お花で。ちょっと俺嬉しいかもしれない。本当ですか。俺ね、はい、海外ロケとか行くやんか、はい。地方ロケもそうやけど、海外行ったら特に俺。自分のお土産は絵を買ってくるねん。あ、そうなんです。そこの町で、例えばイタリア行った時も町で売ってる普通の、はいはい、誰かわからない絵描きの作品とか買ってきて、はいはい、どんな僻地、アフリカの僻地行ってもその原住民の人が描いた絵を買ってきたりするね。あ、そうなんですね。だからめちゃくちゃ嬉しい。本当に今日の吉野君のお土産で俺ね、はい、でこういうの俺ずっと置いてんねん、はい、あ、そうなんですか。うん、俺だからデビュー当時25年前にもらった、はい、ファンからもらったなんかの置いてて、はい、そのファンにドン引きされたからね、作った本人に。俺ほんまに置いてんねん。折り紙で作ったなんか、はい、亀みたいな、亀買ってたから、それを、これめっちゃ素敵じゃないですか。これは星野さんの家に飾って、いや、飾るし。これマジ本当ですか。あのな、もし、はい、だからお前が結婚しても多分うちの星だけに代々伝わっていくから、はい、いや、それぐらい俺物持ちがこれ、いや、マジでくれんの。はい、もうそうやな、別にお前いらんもんな、俺の。これはすごい嬉しい。そこ、お花もちゃんとなんかサインとか。そうやで、お前そこにさ、はい、日付のサインとか、実家のお花屋さんとかそういう感じでお花が好きなの。細い方のペンの方がいい。すいません、ご実家花屋。押し花って一番の先生やってまして、あ、はい、そこからスタートされたんですね。えとこの子やん。で、あの花って花言葉あるじゃないですか。うん、もう星野さんにぴったりの花言葉をいろいろ選んでまして、それ使った、あ、これも花ちゃんの葉っぱから、あ、葉っぱにもあるんですよ。え、はい、それを選んで使ってやってくれた。そうです。めちゃくちゃええやん、はい、なんかお前、なんか俺特徴的なの欲しい。俺結婚してへん女やったら今ので今晩行ってた俺ちょっと僕のイメージなんですけど、うん、星野さん、あの勇敢とい う, もう 何,、うん、何事にも、あ、向かっていく勇敢ね。びっくり、長官勇敢の勇敢かな勇敢という花言葉をたくさん使っておりまして、うん、うわ、ありがとう、はい、うわ、それ覚えとこう、それ俺伝えていくわ。わ、ありがとう。おい、日付間違っとるやん。あれ、うわ、5月だよダメだ、本当に。あ、僕本当にポンコツ。でもね、はい、これね、はい、マジで、はい、マジ嘘ちゃうで、はい、616、はい、うちの奥さんの誕生日。うわぁ、すべてすべて繋がりました、これ。本当にありがとうございます。うん、香港さんの誕生日でもあんねん。あ、ちょっと616、そうですよね。そうやね、マジでか。なこの間違いもなんか、はい、まあいいか、いいよ逆に味、味という、味という、すいません、本当に。いや、これはありがとう、大々感、はい、もらいました。素敵です、素敵、素敵、ありがとう。またじゃあ後ほど、はい、ありがとうございます、ありがとうございました。ナイス。